こんにちは。私の名前はポッキー。今日は11月11日、ポッキーの日ですね。わー！大変なことになってもうたやけ！あー、助けてください。そこのポッキーさん。わー！大丈夫ですか？最悪や、もうダメや。あなたは、最後までチョコたっぷりのトッポさん。トッポさん、助けてください。大丈夫ですか？大丈夫じゃないんです。この姿を見てください。もう痛いというか恥ずかしい。僕たち折れちゃったんです。それはかわいそうですね。わー！何やってるんですか、トッポさん！そんなの危ないじゃないですか！うるせえ、こいつもこいつもポッキーポッキーうるせえんだよ。なんでトッポの俺は仲間外れなんだい？落ち着けトッポ。まさか真っ二つにしたのもお前の仕業か？わー！映画でしか見たことないやつ。お前らだけスーパーで120円で売られて、俺は99円で売られるこの気持ちわかるか？なんかごめん。ポッキー覚悟！どうなるかと思ったよ。お茶に何をしたんだ貴様。どうしてプリンツは僕と一緒で11月11日はポッキーとプリンツの日って言われてるし仲間じゃないか。あ、やめてくださいよ。いつもポッキーの日にプリンツの日でもありますっていう注意書きされる僕の気持ち考えたことありますか？なんかごめん。ポッキー覚悟！やー！やー！